プロデューサー様も目が覚めてしまいましたの？私もです。これも運命ですわね。では二人きりで月の光を浴びながら静かにお話しいたしましょう。私、珍しく目が冴えてしまって。プロデューサーちゃまも眠れないんですの？それなら私と羊の代わりにバラを数えるのはいかが？ごめん遊ばせ。誰かの前であくびなんてレリーにはあるまじきこと。でもプロデューサーちゃまだけにでしたら、こんな素敵な二人きりの時間終わらせてしまうのは名残惜しいですけど、明日もお仕事ですもの。もう休まなくては差し障りが出てしまいますわね。それではプロデューサーちゃま、私を部屋まで送ってくださいな。誰にも気づかれないように声を殺してそーっと。今日の私は怪しき森の女主人。あら、お客様がいらしたよ。愛らしいこと。それでは永遠に続く黒バラのお茶会を始めるといたしましょうか。あら、プロデューサーちゃまったらすっかり私に夢中になってしまいましたの。よかった。ならこれでお愛子ですわね。私は早く大人になりたいと思っていて、その気持ちに今も変わりはありません。でも誇り高き紅バラも、子供のように無垢な白バラも、そして大人らしく妖艶な黒バラも、プロデューサーちゃまと育てた私という花壇に咲くバラ、これほど多くの色のバラが咲き誇るのはきっと大人と子供の間の今だけでしょう。ですからこの一瞬をプロデューサーちゃまの心に刻み込んでくださいましね。しーですわよ、プロデューサーちゃま。この秘密の仰せを気づかれてしまいますわ。語らう声を抑えて、その代わり少しでも長く。明日の撮影の場所は桜井家の私有林となれば、プロデューサーちゃまも私の家にお泊まりするのが合理的ですわね。こうしてゆっくりとプロデューサーちゃまと語り合うことができて、本当に幸福な一夜でした。幸せすぎてこのまま眠りにつけるかわからないくらい。え？プロデューサーちゃま、眠りにつくまで私の隣にいてくださいますの？
わあプロデューサーちゃまったら本当にレディのエスコートが上手になられましたわね。私も鼻が高いですわ。でもいくら立派になられたとはいえ、私以外のレディにそんなことを言ってはいけませんわよ、プロデューサーちゃま。私以外目に入らぬよう、永遠にプロデューサーちゃまを虜にして差し上げますわ。黒きバラの花言葉のように。